こんにちは。ただいまより、岩屋外務大臣の定例会見を始めます。大臣、お願いいたします。はい。まあ、冒頭は、特段のトピックはないんですけれども、本日、衆参の両院でですね、石破総理から所信の表明、演説がございました。かなりの部分が外交に割かれて、おりまして、まあ、これまでの日本外交の成果の上にですね、さらにこれを発展をさせていく、同盟国、同志国、との関係を、より強固にするとともにですね、中国とは建設的かつ安定的な関係を築いていく。グローバルサウスともしっかり連携していくというご趣旨の、所信の表明がございまして、改めて、その総理のご指示に沿ってですね、しっかり、外交を展開していかなければいけないという思いを強くしたところです。まあ、そのことだけ冒頭に申し上げて、ご質問を受けたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではご質問のある方、挙手をいただき、指名を受けましたら、お近くのマイクにお進みいただいて、社名指名についてご質問ください。では、日経新聞、馬場さんどうぞ。日経新聞の馬場です。よろしくお願いいたします、はい。抑止力強化についてお伺いします。中谷防衛大臣は、就任会見で石破総理から、安全保障に関する法整備を含め、抑止力の基盤強化に向けた検討を行う旨の指示があったとご発言をされていました。岩屋大臣にはそのような指示があったのでしょうか。また、そのような法整備を含めて、抑止力のさらなる強化について、現在の厳しい国際情勢の中で、どのような必要性があるか、改めてご認識をお伺いいたします。はい。石破総理からはですね、冒頭申し上げたように、これまでの日本外交の積み重ねを踏まえて、まあ、さらにこの成果を発展、充実させてもらいたいというご指示をいただいて、おります。で、まあ、抑止力のさらなる強化の、必要性ということについては、現在、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が、重大な挑戦にさらされているという状況にあると考えておりますので、特に我が国はですね、周辺に強大な軍事力が集中しておりますし、そこに加えて北朝鮮の核・ミサイルの、問題もございます。また中国の軍事力も、透明性という意味ではですね、不十分な点もあると認識をしております。まあそういう、まあ戦後最もこう厳しい、安全保障環境の中にあると考えておりますので、まあこのような中で我が国の領土、領海、領空、地域の平和と安定、そして国民の生命と財産をまあ断固として守り抜いていくということが、政府としての重要な責務であるというふうに考えています。まあ、外務省としては、これまでの安全保障上の施策の積み重ねを踏まえて、日米同盟の一層の進化、あるいは強化、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けたさらなる取り組み、同志国との一層の連携、周辺国との、まあ、外交といった戦略的アプローチを着実に、まあ、実施することによって、我が国を取り巻く安保環境が少しでも改善していくように取り組んでいきたいというふうに考えております。はい、次のご質問どうぞ。では、産経新聞、原川さんどうぞ。産経新聞の原川です。よろしくお願いいたします。はい、中東情勢に関してお伺いいたします、はい。この10月7日でですね、このハマスがイスラエルにテロ攻撃を行ってちょうど1年を迎えるということなんですけれども、はい、この間日本政府としては、この中東の平和と安定のために、様々外交的な取り組みをしてきたとは承知しておりますけれども、はい、結果としてこの停戦もにも至っておりませんし、むしろその戦火がこう広がって、状況、情勢が悪化し複雑化しているというのが、まあ、現状だと思います。で、まあ、これを踏まえてお伺いしたいんですけども、まあ、この外交努力にもかかわらず、まあ、現状が
候になって悪化したことについて、まあ、どう、考えているかということと、うん、まあ、今後、その、いわゆる外務大臣として、この中東の平和と安定のために、まあ、どのように取り組まれるか、特に、まあ、日本としてできること、日本だからできることについてのお考えも含めて、ちょっとお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあ、ご指摘のようにですね、ハマスによるイスラエル攻撃から、来週ちょうど1年が経過、7日でですね、1年が経過をするわけでございます。まあ、この機にあたってですね、改めて犠牲になられた方々に心から哀悼の意を捧げたいと思います。まあ、特にこういう、時には女性やお子さん方がですね、多く犠牲になるわけですね。ご遺族の方々に心からお悔やみを申し上げたいと思います。で、まあ、戦闘が非常に長期化しております。またガザ地区においては、危機的な人道状況が続いているというふうに承知をしております。まあ、今もなおイスラエル、そしてパレスチナ双方の市民の安全がですね、まあ、脅威にさらされ続けているという状況にございます。我が国は、一貫してハマス等によるテロ攻撃を断固として非難してきて、おりますし、今なお、人質になっている方々の即時解放を求めてまいりました。また、日本としては、イスラエルをも含むすべての、当事者、関係者に対して国際人道法を含む国際法を遵守するように、引き続き求めていきたいというふうに思っておりまして、まあ、一刻も早い停戦の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。また米国、エジプト、カタールがですね、人質解放と停戦をめぐる交渉の実現に、まあ、尽力をしているという、この仲介努力を、支持したいと思っております。まあ、引き続いて、これまで、の日本と地域の諸国との関係を基盤にしてですね、G7、や、国連安保理の一員として、各国とも緊密に連携しながら、事態の沈静化、二国家解決の実現、そして中長期的な地域の平和と安定の確立に向けて外交努力をしっかり重ねていきたいというふうに思っているところでございます。はい、次のご質問どうぞ。では朝日新聞、里見さんどうぞ。朝日新聞の里見です、はい、よろしくお願いします。今の中東情勢の関連でお尋ねなんですけども、はい、まあ、ちょっと同じようにちょっと総括的な質問にはなってしまうんですが、うん、まあ、この1年間日本はそのアラブとイスラエルの間で、まあ、独自のバランスを取るというようなことを目指してきましたけれども、一方でその欧米に同調するという側面もあってですね、ダブルスタンダードだったという指摘もあります。まずこの点どう捉えてらっしゃるかというのが一つとですね、まあ、関連でその、まあ、一連の国連決議で、一方で G7 から独立した対応も取ってきましたけれども、まあ、その、まあ、共同歩調を取らなかったという判断の、まあ、背景というか、まあ、その経緯というのを教えていただけたらと思います。はい。ガザ情勢についてはですね、先ほども申し上げたように、我が国としてですね、すべての当事者が国際人道法を含む国際法を遵守すべきだという一貫した立場を、取ってきております。イスラエルに対するものも含め、様々なレベルで精力的に働きかけを行ってきて、おりますので、ダブルスタンダードという指摘は当たらないものと、考えております。また、ご指摘があった安保理を含む国連での議論について、我が国は当事者間の交渉を通じた、まあ、二国家解決を支持しているわけでございます。まあ、今の状況改善のために何が、現実的なアプローチかという観点から、外交努力を、積極的かつ粘り強く、展開していきたいと思って、おりまして、
まあ、一貫した立場に基づいて、対応してきているというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。まあ、今後ともですね、中東地域において、我が国、日本外交が築いてきた独自の立場を最も効果的に活用して、和平プロセスの進展に貢献していきたいというふうに考えています。はい、次のご質問どうぞ。では、共同通信、西山さんどうぞ。共同の西山です、はい、同じく中東情勢について伺います、はい、イランは1日、イスラエルに弾道ミサイルを発射しました。レバノンで親イラン民兵組織ヒズボラの指導者ナスララ氏が、殺害されたことへの報復としています。今後イラン国内からの邦人退避は必要と考えていますか？防衛省に輸送の依頼をすることを含め外務省の現状認識を伺います。はい、現在ですね、イランには危険レベル3、渡航中止勧告ですね、または危険レベル4退避勧告が発出されておりまして、在留邦人に対しては定期商用便が運航されている間の間の早期の出国をですね、呼びかけているところでございます。また10月1日の今ご指摘あったイランによるイスラエルに対する大規模攻撃の直後にはですね、在イラン大使館及び外務省から現地の在留邦人に対して安全に一層注意するように注意喚起を行ったところでございます。現時点で、例えば自衛隊機派遣などということはですね、何も決まっていませんけれども、邦人退避ということに関して、いかなる事態にも対応できるように、万全を期していきたいというふうに考えております。それでは次のご質問をお願いいたします。本日はこの後日程ございます。あと2問程度させていただきます。では、AFP 通信、長谷川さんどうぞ。AFP 通信の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。はい、捕鯨問題に関して質問です。はい、反捕鯨団体、シーシェパードの創始者の、ポール・ワトソン容疑者が、デンマーク、グリーンランドで7月に、交流されて、その交流期限が10月23日になっております。日本政府は引き渡しを求めていますけれども、ワトソン氏に関しては反捕鯨国中心、ヨーロッパ欧米の方で、この彼を擁護するような立場結構強く見られます。そういった面から考えて、この引き渡しを求めるということに関して、日本にとって外交的なダメージですと か、 なんか評判という面でマイナスというような懸念はないのでしょうか。またそもそもなぜこう引き渡しを求めて日本で司法手続きをしたいんでしょうか。あと、関連してデンマーク政府と今具体的にどのようなやり取りをしておられるのか、お話しできる範囲で。今ご指摘があった、ポール・ワトソン容疑者はですね、もちろんご承知のことと思いますが、2010年2月に発生した反捕鯨団体シーシェパードの活動家による我が国の調査捕鯨船乗組員に対する傷害、器物損壊等の事件の、共犯として、逮捕状の、発布を受けた上、インターポールによって国際手配されていたところでございます。で、これを受けまして、7月21日、デンマーク自治領グリーンランドの警察が、インターポールの国際手配に基づいて、このポール・ワトソン容疑者の身柄を拘束をしたという、ことで、ございます。したがって、我が国としては、デンマーク政府に対して、同容疑者の身柄の引き渡しを今、要請をしているところで、ございます。で、これは捕鯨問題ということよりもですね、会場における法執行の問題だというふうに考えておりましてですね、そこで このような事件が起こり、逮捕状が発布されている以上はですね、デンマーク当局に対して、
必要な働きかけを適切にしていきたいと思っておりますが、まあ、デンマーク当局との外交上のやり取りの詳細については、まあ、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。はい、それでは次のご質問、AP 通信、小野さんどうぞ。通信の小野と申します。よろしくお願いいたします。はい、話をすいません、中東に戻させていただきます。はいはい、レバノンの邦人退避、今現在行われているところだと存じますが、はい、どのような規模で、どのような時間軸でお考えなのか、そして在留を希望なさる邦人に対して、どのようなサポートを考えていらっしゃるのか、教えてください。はい。現在ですね、よろしいですか。はい。レバノン全土に危険レベル4、4、退避勧告が発出されておりまして、繰り返しですね、在留邦人に対しては、まあ、早期の出国を、呼びかけているところでございます。で、その上で、10月3日にですね、まあ、情勢の急激な悪化を受けて、日本政府によるチャーター船、船で、支援要員の大使館員1名を含む邦人2名、つまり大使館員がついてお一方をですね、ベイルートからキプロスに退避をしていただいたということをやりました。また、自衛隊機については、先月27日に、外務大臣から、前外務大臣ということになりますが、防衛大臣に対しまして、邦人輸送に向けた準備の開始を依頼して、日本時間の4日早朝にヨルダンに到着をしたところでございます。で、私は、昨夜ヨルダンのサファディ外務大臣と電話会談をいたしまして、ぜひこの日本の自衛隊機の運用についてですね、ご支援をいただきたいということで、サファディ大臣からはですね、まあ、万全の措置を取るというお話をしていただいたところでございます。で、今後の自衛隊機による邦人等の輸送の見通しについては、まあ、自衛隊機の運用に関わることでもありますし、また邦人の安全確保に影響を及ぼす恐れもありますので、お答えすることは差し控えたいと思いますが、引き続き、邦人退避については、あらゆる事態に対応できるように、万全の準備をしていきたい、措置を取っていきたいというふうに思っております。はい、それでは最後に1問だけお受けいたします。はい、里見さん、どうぞ。たびたびすみません、朝日新聞の先生です。全然話題が変わって、北朝鮮の拉致問題で一点お尋ねできたらと思うんですが、はい、今朝方の一部報道でですね、石破首相が、拉致被害者家族会側に、東京都ピョンヤンに連絡事務所を開設を検討するという考え方を伝えたという報道があったわけですけれども、まあ、これについて外務省として把握している事実関係と、外務大臣としてのお考えをお尋ねできたらというふうに思います。はい。報道の、詳細は私は、承知しておりませんが、石破総理がですね、家族会の方々に、お電話をされたということは、承知をしております。で、その際のですね、まあ、具体的な発言については、対外的には言及しないということになっていると承知をしています。いずれにしてもですね、もう被害者、ご家族の皆さんも大変高齢になっておられますし、まあ、時間的な制約のある問題ですから、まあ、ひとときも揺るがせにできない問題だと、考えております。政府としては、外務省としても引き続き、まあ、全ての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現すべくですね、全力で、取り組んでいきたいと思っております。はい、この後日程ございますので会見以上させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。